タッパーンヒン駅は太陽国北部ピチット県タッパーンヒン郡にある大国有鉄道北本線の駅である。タッパーンヒン駅は太陽国北部ピチット県の人口7万人が暮らすタッパーンヒン郡にある。駅は東向きで町のほぼ中心に位置する。南川が北本線と並行して南北に走っており町を分割している。 クルンテープ駅より 319.00km 地点であり、特急列車利用で4時間程度である。一等駅であり、特急列車の一部が停車する。1日に24本の列車が発着しその内訳は、特急に往復、急行1往復、快速5往復、普通4往復であり、内普通列車1往復は当駅が始発、終着である。また当駅を含む、 六プリ駅より終点チェンマイ駅までは単線区間である。1897年3月26日に大幹営鉄道最初の区間がクルンテープ駅アユタヤ駅間に開業した。1900年12月21日に当初計画のナコンラチャシーマ駅まで完成した。この頃北本線をチェンマイまで整備することなり、少しずつ、 延伸開業の後1908年1月24日にピッサヌローク駅まで完成し、これに伴い、当駅も開業した。当駅開業の約14年後の1922年1月1日にチエンマイ駅までの全通完成を見た。相対式及び石間式4面の複合型ホーム6面5線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。